おう、クライブ。聞いたぞ。よくやったよ。何を作る？大事に使えよ。よし、できたぜ。大事に使えよ。素材が足りねえみてえだな。どんな敵とも戦えるぜ。よし、いい出来だ。どんな敵とも戦えるぜ。また来いよ。こんにちは、シド。ちょうど伺いたいと思っていたところです。どうしたんだ？あなたがロザリアの出身とお聞きしまして。モーガンビアードという花をご存知ですか？ロザリアに咲く珍しい花で、煎じて飲むと薬が効きやすくなるのだとか。いや、覚えがないな。そうですか。もしかしたらと思ったのですが。というのも、この隠れ家では薬品はとても希少でして、入荷も少なく、いつも不足しています。ですからモーガンビアードの効能で効き目を増せば薬の節約につながるかと思ったのです。ただこの花の方向を蛮族が好むらしく、採取に危険を伴うためか、なかなか市場に出回らず。シド、無理を承知でお願いするのですが、ロザリアへ行った折にその花を探していただけませんか？探してみよう。どんな花か教えてくれ。ありがとうございます、シド。モーガンビアードは大きな黄色の花が特徴的で、グレードモン修道院の北部に群生しているようです。無事に採取できたら、ぜひ隠れ家にお持ち帰りください。蛮族が出るかもしれませんので、くれぐれもお気をつけて。それではよろしくお願いします。モーガンビアードは大きな黄色の花が特徴的で、グレードモン修道院の北部に群生しているようです。
足場が脆くなっている場所を見つけたら報告してね。シド聞いたぜ、ドレイクブレスをぶっ壊したんだってな。あら、クライブ、ちょうどよかった。困りごとか？ええ、服を仕立てようと思ったんだけど、布が足りないことに気づいてね。ほら、この間保護されたあの姉妹の分。あんな格好のままだとかわいそうでしょ。綺麗な服を着せてあげたいじゃない。必要な布は注文してあって、あとは受け取りに行くだけよ。ねえ、ちょっと手伝ってくれない？それくらいなら俺が行こう。あら、いいの？助かるわ。注文した布は濃い青と朱の2色よ。お金は先に払ってるから、この引き返しを渡せば布を受け取れるわ。ああ、わかった。濃い青色と朱色の布だな。ええ、お店はノースリーチのマルシェにあるからね。それじゃよろしく、クライブ。お姉ちゃん、新しい服をくれるんだって。本当にもらえるのかな。空母の士兵たち、近頃は妙に大こんにちは、クライブ。支援品の確認ですね。こちらの品ですね。またどうぞ。いい状態とは言えないわね。少しは自分をいたわりなさい。ありがとう。気をつける。石化が進んでる。気にかけてあげて。辛かったら言ってくれ。無理はするな。これくらい平気よ。君の負担を減らしたいのに。あなたは十分に戦ってる。それに応えたいの。みんなだって同じ思いよ。私だけじゃないわ。
それとも私たちじゃ頼りにならないっていうこと？いや、そういうつもりじゃ。悪かったよ。クライム！クライム！こちら。どうしたの？ロザリアが襲われてる。何？ロザリアに進軍したのはドレイクファンブ守備隊の一部、フーゴクプカの私兵たちだ。城下町に乗り込んで派手に暴れてるらしい。目的はシドか？おそらくな。フーゴクプカに今のシドがお前だと知れたんだろう。まさかクライブをおびき寄せるために？どうやらシドは相当強い恨みを買ってるらしい。奴の誘いに乗ろう。本気で言ってるの？これまでのとは訳が違うのよ。ああ、フーゴがシドに固執する理由はわからない。だがこの状況下でも戦を仕掛けるくらいだ。奴の強行を止めない限り、この意味のない戦火が広がり続けてしまう。それに故郷を荒らされて冷静でいられるほど俺は人ができていない。フーゴクプカをここで撃つ。奴にはたくさんの仲間を殺された。これ以上好きにはさせねえ。いいぜ、やってやろうじゃねえか。私も行くわ。あなたに無茶をさせないようにね。頼む。何にせよ、まずはオットーに今の状況を確認した方がいいな。ロザリスへは私も一緒に行くわ。あなたに無茶をさせられないもの。フーゴがロザリスを襲ったのはお前への挑発だ。返り討ちにしてやろうぜ。今日は何か聞いたよ。お疲れさん。いいかい、クライブ。何が欲しいんだい？いい選択だ。ちょうどいただくよ。持ってきな。確かに引き取ったよ。他に売りたいものはないかい？
確かに引き取ったよ。他に売りたいものはないかい？もういいのかい？ロザリアで。わけじゃない、気を緩めるな。あんたたちが残ってくれて助かる。残ったみんなでマーサにはあるんだ。中東兵名は、シド。確かこの辺りのはずだ。モーガン・ビアードを探してみよう。ご苦労様。黄色の花、モーガンビアードに違いない。
せっかく来たんだ。この花の香りには覚えがある。確か子供の頃によく嗅いだ香りだ。よし、こんなところか。隠れ家へ戻って届けてやるとしよう。でしっかり冷やすんだ。魚が。さて、布を受け取りに行こう。お客さん、何かお求めですか？注文していた布を受け取りに来たんだが。こちらの布はまだ届いていないんですよ。ボクラド市場から取り寄せていたもので、本来ならとっくに届いているはずなんですが、もしかすると行商さんに何かあったのかも。その行商はどっちから？ええ、いつもならこの先の新軍道を通ってくると思います。まさかお客さんが様子を見に。ああ、その方が早そうだ。俺が様子を見てこよう。それは助かります。私も困ってましたから。どうかお気をつけて。行け。助かったよ。Right.
し、なんとか倒したか。よし、行こう。かけろ。チョコボのせいだろ。ご苦労様。そう言われましても、大事な商品だぞ。どうしてくれるんだよ。そう言われましても。何かあったのか。こいつのチョコボがぶつかってきたせいで商品が汚れちまってよ。急にぶつかってきたのはそちらで、汚れたのはこっちの商品だろうが。てめえの荷物をよこせば許してやるってのに、言うこと聞きやしねえ。そんなこと言われましても、これらはノースリーチに届ける品ですし。もしかして、あんたは僕らど市場からの行商か。よくご存知で。でも、この人が急に言いがかりをつけてきて、お願いです。助けてくれませんか。なに？傭兵の手を借り上がるってのか？そっちがその気なら、俺たちだってやってやる。先生、出番ですよ！こいつらを懲らしめてやってください！まったく、いつまで待たせんだ！花からそうすりゃいいんだよ！面倒な奴が潜んでいたようだ。仕方ない。おとなしくさせよう。先生、その傭兵をぶっ潰してください。おいよ、そっち見てやる。先生がやられちまった。なんて強さだ。覚えてやがれ。怪我はないか。はい、ありがとうございました。まさかあんなたちの悪い奴らだったなんて。傭兵さんがいなかったらどんな目に遭っていたか。ですが、これでノースリーチまで届けることができます。本当に助かりました。このまま町まで護衛しよう。俺もあんたが運ぶ荷物に用があるからな。
そんなことがあったなんて。こうして商品が届いたのもお二人のおかげです。お礼ならこの傭兵さんに言ってくださいよ。そりゃもう目を見張る強さだったんですから。では確かにお届けしましたので、またのご贔屓を。そういえばお客さん、布を受け取りにいらしてましたね。ご注文の品は確かに届いていますよ。それと行商さんを助けてくださったお礼に、うちの店でも特に高級な布を差し上げます。ではこちらをどうぞ。いろいろとすまないな。いえいえ、こちらこそ本当にありがとうございました。ようやく布が手に入ったな。オルタンスに渡そう。本当にありがとうございました。素敵なお召し物を作ってくださいね。おかえり、クライブ。お願いした布は受け取れたかしら。ああ、注文していた分を持ち帰った。他にもいくつかもらったから一緒に渡しておくよ。あら、ありがとう。これであの子たちの服を仕立てられるわ。それにしてもあんたがもらってきた布、すごく高級品じゃない。一体何をしてきたの？あっちで面倒事を解決したら礼としてくれたんだ。好きに使ってくれ。さすがね。それじゃせっかくだから何かに使わなきゃ。そうだ、クライブ、あんたこの布の中でどれが一番好き？そうだな、これが一番好きな色合いだよ。わかった。その布をジルに渡しておくわね。ほら、彼女は裁縫が好きみたいだから喜ぶかと思って。そういえば昔からそうだった。確かクライブとジルは幼い頃一緒にいたんだっけ？ああ、ジルは北部の白銀行の娘でな、ロザリアとの和平の証として北部が差し出した公女だったんだ。やっぱりお姫様だったんだ。なんとなくそうじゃないかと思ってたのよ。彼女のふとした仕草に気品を感じてたから、せめてそれに合う服を着てほしいんだけど。でもジルに聞いてみたら、今の服でいいって遠慮されちゃって。あの服だってあんたが作ったそうじゃないか。気に入ってるんだろう。そう思ってくれてるなら嬉しいけど。さっきの布だけでも喜んでくれるさ。ぜひ渡しておいてくれ。ええ、そうするわ。もうすぐ服をくれるんだって。おお、クライブ、何を作る？これを作るには素材が必要だ。また来いよ。足場が脆くなっている場所を見せたら報告してくれ。お帰りなさい、シド。
モーガンビアードは見つかりましたか？これで合ってるか？ええ、この花で間違いありません。ここで大切に育てて薬の節約に生かせるよう尽くします。ありがとうございました、シド。花のことは知らなかったが、香りには覚えがあった。子供の頃よくロザリス城で香っていたよ。まさか蛮族が好むものとは知らなかったかな。それにしても薬を効きやすくする花か。俺の弟は体が弱かった。きっとその花を煎じたものを合わせて薬を飲んでいたんだろう。確かに貴族の病にも使われたと聞いたこともあります。それほど確かな効果のある花なのでしょう。そうだ、今回のお礼としてシドのために何か作らせてください。この花から成分を抽出してみます。少々お待ちくださいね。お待たせしました、シド。旅先で使いやすいよう精油にしてあります。他の薬に一滴混ぜれば効能が上がることでしょう。ぜひお試しください。何かあれば我らもすぐロザリスへ向かう。はい。来てくれたんですね。支援品の確認ですね。
どうぞ。時々覗きに来てくださいね。